こんにちは。ちょっと面白いスクリーンショットを見つけましたんで、連続して紹介したいと思います。下にテロップが翻訳で入ってるんですけども、私読みながらね、えー、これ今回お届けしますので、いろいろと思うところがあるんではないかなと思います。受け止めてみていただければ幸いです。えー、まず最初なんですけども、気候変動でもやっている学生たちに言っておきたいことがあるというふうに始まりますね。次、すべての教室にエアコン、 設置が義務付けられたのは君らの世代からだと。全室にテレビを欲しがり、各教室にはコンピューターを備わっている。電子機器な,なしには朝も夜もなく、歩きや自転車で登下校なんてもう君らの誰も従わない。送り迎えの車が列をなし、郊外の道を塞ぎ、ラッシュアワーを悪化させている。君らの世代ほど。 大量工業精神を消費する者も,もいない。まあ確かにね、ここまで読ませていただいて、そういえば私の幼い時代も今こういうふうに言われていたこと全てがなかったなと思うんですよ。まあ人類は空前の消費ブーム、大量生産ブームになっていって、それは留まるところ知らないのかなと思いますけども、便利さは逆転することを知りませんよね。続きいってみましょう。トレンディーであるために常に最新で完璧な高級品を求めている。 君ららのエンタメも電子機器から発信されているねと。さらに言わせてもらえば君らのデモを先動しているお,かお仲間こそ移民政策を通じて人口の爆増を推進しているわけだけどそれにはより一層の資源生産運輸が不可欠だということでいろんなね生産活動とか森林伐採とか混雑を生んでいるってことなんでしょう。 土地を活用するために森林を伐採し国土を切り開くつまりは環境が破壊されるわけだ皮肉にも環境活動家が活動すればするほど環境が破壊されるっていうそのことをお話してるわけなんですよねだからさこういうのはどうだろう先生にエアコンを切るように言ってくれ登下校は歩きか自転車にしよう電子機器は使わずに本を読もう既製品のファーストフードもダメだサンドイッチを自分で作ろう でもやらないんだろ誰もやらない。つまり、れごたえ言ってるけども、その最短距離を君たちは何もしないと。そして今の活動を続けることによって、最悪な結果に転がり込んでいることを誰も認めようとしない。それが、でもやらないんだろ誰もやらない。という言葉に込められてますね。なぜなら、君らは、トンチキ教育を受けた自分勝手で自己賛美と、多罰に忙しいうんこ頭。 かつてないほど恵まれた西洋文化と上等の生活に身を浸しながら、高貴な使命、まあ、つまり環境活動ですね、これに陶鎚している、そんな大人たちに影響されているんだということです。最後の一枚がこれです。目を覚ませ、成長しろ、もう口を閉じろ、ということですね。